皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介します。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト役が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識についても解説しています。では早速行ってみましょう。今回も第4条、夕顔の巻からのイラスト訳です。光源氏はためらう夕顔を連れ出し、五条の敗因で二人の時間を過ごしていました。夜、源氏の夢枕に恨めしげな女が立ち、光源氏は不気味な気配を感じて従者を呼びに行きます。戻ってきて夕顔を見たところ、彼女は息をしていませんでした。では、この後の展開、行ってみましょう。昔の物語などにこそかかることは聞け。と、伊藤、めずらかにむくつけけれど。まず、この人、いかになりぬるぞ、と思うす、心騒ぎに。身の上も知られたまわず、そいふして。やや、と驚かし、たまえど。ただ、冷えに、冷えりて。息は、とく、耐え果てにけり。言わんかたなし。頼もしく、いかに、と、言いふれたもおべき、人もなし。奉仕などをこそは、かかる方の頼もしき者には、おぼすべけれど。さ、こそ、強がりたまえど、若き御心にて。誘拐なく、なりぬるを、見たもうに、やる方なくて。すと、抱きて。あがきみ、生きいでたまえ。いと、いみじきめな、見せたまえそ、と、のたまえど。ひえりにたれば、気配、物をとく、なりゆく。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また文法事項はこちらです。五条の敗因で急死してしまった夕顔。光源氏は彼女の枕元に一瞬女の生き簀玉を見ました。不気味に思いながらも彼女のそばに添い寝します。しかし体はどんどん冷たくなっていくばかりです。源氏はどうすることもできず、あたふたするばかりでした。さて、今回は、思うの尊敬語についてお話ししたいと思います。思う、
という言葉が尊敬語になった時、思いたもう、などと、尊敬の補助動詞がつくこともあるかもしれませんが、このようによく使う動詞には、特有の尊敬語があります。まずはこれ。おぼす、と読んで、作業予断活用動詞です。源氏物語にも、よく出てきますね。そして、今回出てきた、おもうすです。おぼす、のように濁らず、おもうす、と読みます。これは、動詞、思うに、上代の尊敬の助動詞、す、がついた、思わす、が変化した形で、どちらかというと、よく使う、おぼすよりも、敬意が高い感じです。さらに、尊敬語の、おぼす、に、尊敬語の、メス、のついた、おぼしメス、があります。これは、尊敬語が重複していることからわかるように、帝などの最高位の任に用いたり、会話文などで用いたりする、最高敬語となります。また、複合動詞の場合にも注意しましょう。もちろん、おぼし何々、おもうし何々、おぼしめし何々となって、思い出すとか、思いよるなど、複合動詞の尊敬語となるわけですが、複合動詞になりにくい言葉にもついて、お気持ちが何々などと訳する場合もあります。例えば、おぼし弱るは、お心が弱りなさるなどです。また、尊敬語ではなく、形容詞のおぼしもあります。現代でも、何々とおぼしき人なんて使いますよね。おぼし、という発音だけで、尊敬語と思わないようにしましょうね。さあ今回も、第4条、夕顔からのイラスト訳でした。第1条、切り壺から、ここまでの再生リストは、説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら、日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。何かお気づきのことがあれば、コメントいただけたら嬉しいです。それではまた。